郡上市にはやりがいを持って働くことができる職場や自分のスキルを活かせる環境が充実している企業が多くあります。その中でも自分の仕事に誇りを持ち会社の中でひときわ輝いている女性たちを紹介します。有料老人ホームで、働いています井上智美です。機能訓練士をしています。羽生由紀と言います。グループホームで介護福祉士をしています。グループホームで介護士をしています戸川真奈です。グループホームで介護福祉士しています黒子さやのです。資格自体は柔道整復師という接骨院の先生の資格になるんですが、もともとは運動が好きで、そういう運動している方のサポートに入れればと思ってその資格を取ったんですが、やってるうちにこうおじいちゃんおばあちゃんだとかちょっと視野が広がっていろんな人と接することができるといいなと思って、で地元に帰ってくるきっかけでこちらで機能訓練士という枠で取っていただけるという話があったのでちょっと応募して、はい、一応高卒でここに入らせてもらったんですけど、昔から介護の仕事がしたいのもあって、で働くなら自宅から通える近いところがいいなっていうのもあったし、働きながら資格が取れるところで働きたいっていうのがあったのでこちらに私もそのおじいちゃんおばあちゃんが好きだったっていうのもあって、あと祖母が認知症を患ってたので近くで見ていて介護士になってサポートしたいなという思いがあって介護士になりたいと思いました。高校を卒業して地元に残りたくて、で全然介護を全然知らなかったんですけど、知り合いの方がここで働いて見えて、お年寄りの方と話したりそういう仕事がいいなと思ったので、はい、実際レクリエーションとか運動をするとちょっとこうモヤモヤっとしとる利用者さんもいたりするんですけど、がレクリエーションしたりすると楽しかったとか、ちょっと体が楽になったとか、そうやって笑顔でそういう反応が返ってくるとすごくやりがいを感じます。認知症の方が多くて意思疎通ができなかったりして大変な時もあるんですけど、私が何か手伝ったりしたことでありがとうって言って笑ってくれたりとか笑顔を見せてくれた時にすごいやりがいを感じます。介助する時とか私より大きい人とかもいて大変だったりするんですけど、した後にありがとうとか笑顔で感謝を言ってくれる人がいて、そういう時にやりがいを感じます。認知症の方のサポートしているので、その人一人一人に合わせてサポートができるように頑張っています。産休と育休を取られてて、結構自分の生活がこう変わったり、結婚したりとか妊娠したり出産とかそういうので生活が変わったりしても、その何だろう、自分の生活に合わせて例えば正社員からちょっとパートにしてもらったりとか、そういうのをすごい何だろう、対応してくれるというかしてもらえるので、すごい働きやすくて辞めなくて済むというか、はい、結構年配の職員さんも結構見えるんですけど、すごい気さくというかなすごいアットホームで仲がいいというか
喋りやすいです私は自分の好きなものを続けたいなと思って、就職を選ん資格を選んだので、やっぱりその気持ちがあると時間が経っても頑張れるというか、やっぱり好きだからっていう思いがあるので続けられるなっていうのを、場所を変えても同じ気持ちだったので、なのでいろいろ条件とかもいろいろあるとは思うんですけど、自分の好きなもの、興味があるものをで探していただけると長く続けてやりがいも出てくるかなと思います。私も井上さんと同じになるんですけど、自分の本当に好きなことを仕事にすると長く続くと思うし、自分も楽しくできると思うので、本当に好きなことを仕事にするっていうのも難しいと思うんですけど、そうですね、私も一緒で、好きなことを仕事にできるっていうのは一番だと思うし、郡上で働いたっていうことによって、この白鳥の踊りとか春祭りなど、この近くの住み慣れた場所の行事などでも関わり合いながら仕事もできることが郡上で働くことのいいところかなと思います。私が高校卒業して社会人1年目の時に一番大変だなと思ったのは、敬語をあんまり話せなかったので、高校生の時からもっと日常的に敬語を話せるようにしとくと楽かなと思うので、はい思います。いかがでしたか？自分を活かせる仕事、仲間と楽しく仕事ができる職場環境の中で、皆さん生き生きと働いて見えましたね。ぜひ自分が輝ける場所を見つけて、郡上市で働いてみませんか？